はい、ピースケです。パープルアプリやっていきたいと思います。ということで、ダイヤの S がコラボするそうです。はい、で噂通りというか、なんかあれね、逃走のやつで、あ、もうないか画像、逃走のやつエイプリルフールでね、来るんじゃないかみたいなやつがあったんですけど、はい、まあ、その通り本当に、伏線だったみたいでございます。でダイヤの S が4月10日からコラボを開始で、でみゆきがなんかイベントやるっぽい感じみたいですね。はい、でまあコラボ決定ということで、成長物語をやるそうでございます。で別バージョンなのかなこれは感じですね。でまあ沢村古谷が覚醒してて、まあどんな感じでコラボするのかがちょっとまだ全然わかんないんですけど、もうすでに2バージョン目は3人とも来てて、まあ、メイ君ですねだけがまだ来てなくて、まあ、最後の方っていうか、まあ、ストーリー的にアニメどこまで行ってたかちょっと覚えてないんですけど、原作完結してて、まあ、最後の方はもうほぼメイ君と、対決するみたいなところにはなってくるんですけど、なんで他の高校のキャラはもう出ないのかなってとこと、報酬でなんか新しい3つ目のやつが来て、まあ沢村古谷覚醒してるので、まあ新しいバージョンが来る可能性どうなんすかね。4人になるのかな。まあ今のところ関連してそうなのは、まあ修正入ってるこの辺のキャラと、そのイベント来るみゆきって感じなんですけど、はい、もしかしたら別場とかは特になくのコラボっていう可能性ももしかしたらあるのかな。まあこの子は来そうだけどね、うん、もうすでに2バージョン来てるの、まあ、どういう感じでやるのかちょっとわかんないんですけど、はい、まあ、一応4月10日からでコラボ多いねコラボっつうか新キャラがめっちゃ多い、うん、って感じなんで結構大変なんですけど、はい、一応来るということで、はい、楽しみや。久しぶりのね、ジャンプ以外のコラボというか、まあ、しっかり野球漫画とのコラボなんで、はい、まあ、ちょっと昔の感じを思い出しつつ、はい、遊んでいけたらなというふうに思います。はい、ということでご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価の方お願いします。ピースの日常を過ごしてください。バイバイ。